はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。ですね、今回、また虫が届いたのを紹介していきたいと思います。ですね、今回、それがこちら。何かわかりますでしょうか？こちらですね。ケンタウルスミツムシ。まあ、オスタンピンなんですけど、アルゼンチン、ミシオネス、イグアスかな？ね、まあ、ケンタウルスミツノっていうのは、ね、ミツノ科最大種なんですが、こいつってこうね、大志型っていうんですか、聴覚型やつもすんげえ難しいんですよ。で、そして率が極端に少ないんですよね、こいつ。まあ、どんな感じかって言うとこんな感じですね。これはもっと本当はね、長くなるはずなんですが、でも、こいつすごいんですよ、横幅が。なんだろう。すんげえ蜜の毛ってね、意外と、細いイメージが個人的にあったんですけど、でかいですね。うん。なんだ、コーカサスぐらいあるのかな、横、胴体の横幅だけなら。結構です、あります。で、こいつ休眠期間が長いんで、ちょっともう、まあ寝かしちゃいますけど、まだ本来寝てるんですよね、こいつ。なので寝かせますけど、まあ結構ほんと、ね、かっこいいですね、これ。まあ、ブリードはまだちょっとね、メスタン、オスタンピンで買ったんで、メス外に購入ならないんですけど、まあ、近い人、手に入ればいいかな。まあ、休眠させるんですね。まあ、いいかなって感じで、ちょっと買ってみました。まあ、そういうわけでですね、動画を終わります。